オールバに公爵エドワード・オーガスタスは、イギリスの王族。ジョージ3世の弟、ジョージ・ナップトンによる王太子フレデリック一家、1751年。一番左、赤い服を着ている人物が、エドワード・オーガスタスである。プリンス・オブ・ウェールズ、フレデリックと、ヒ・オーガスタの次男として生まれた。ノーフォークハウスで、オックスフォード主教王、トマス・セッカーによる洗礼を受け、 プロイセン王、フリードリ・ヒビル・ヘルム・一世、イ、ブラウン・シュバイク・ボルフェン・ビュッテル・コー、カール・一世、イ、フリーデリケ・フォン、ザクセン・ゴー・タール・テンブルクが名親を務めた。ジャン・エティエン・ヌ・リオタールによる、肖像が、1754年、海軍への興味を持ち、イギリス海軍への入隊許可を得た後1758年の、サンマロ襲撃、サン・イコールカスの戦いに参戦した。 1759年6月14日に44門艦フェニックスの大佐に昇進。1761年に青色少将に、1762年に青色中将に昇進した。1752年にガーター勲章を授与され、1760年4月1日に父方の祖父ジョージ2世より、ヨークオールバニコークライトアルスター伯爵位を与えられた。 同年10月に、ジョージ三世が即位すると、独身の兄に次いで、位継承権、第1位となった。さらに1760年11月27日に、王立教会フェローに選出された、ジョシアレノルズによる、肖像が、1763年、1762年にフリーメイソンの会員となった。1765年には、プロイセン王国のベルリンに、 UI 路地を創設した。ナサニエル・ダンス・ホランドによる、肖像が、1764年、1765年、1767年番かジェノバへ向かう途上に、病となり、モナコに上陸し、看護を受けていたが、回復することなく9月17日に、モナコ大公をおのれ賛成の宮殿で死去した。彼の遺体は、フリゲートのモントリオールで、 ロンドンにへ運ばれ、ウェストミンスター寺院に埋葬された。ありがとうございます。